皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は漢字の穴埋め問題です。真ん中の四角に共通する漢字を入れて4つの二字熟語を完成させてください。問題は全部で10問あります。制限時間は30秒です。全問正解を目指して挑戦してみてくださいね。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は少ないという漢字です。希少、多少、少女、少数となりました。わかりましたか？さあこのようにマスの中に漢字を入れてくださいね。2問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは辺という漢字です。破片、断片、片言、片腕となりました。辺という漢字は小学6年生で習うそうですよ。3問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは色という漢字です。染色、音色、色気、色彩となりました。時間内に分かりましたか？色という漢字は人と人の間に生まれる包み込むような愛情を表現しているそうですよ。4問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えはがという漢字です。怪我、自我、我流、我慢となりました。正解しましたか？漢字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があると言われていますよ。5問目です。四角に入る漢字は何でしょう。
終了です。答え合わせです。答えは円という漢字です。蔓延、遅延、延滞、延期となりました。時間や期日が延びて遅れることを意味する漢字ですね。6問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは質という漢字です。悪質、人質、質素、質量となりましたね。この質という漢字は小学5年生で習うそうですよ。7問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは施すという漢字です。実施、伏せ、施策、施設となりました。施すという漢字は恵まれない人に援助を与えることを意味していますよ。例えば伏せという言葉は僧侶などに金銭や品物を施し与えることを言いますね。8問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは密封、開封、封鎖、封印となりましたね。9問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは通るという漢字です。普通、融通、通行、通話となりました。小学2年生で習う漢字だそうですよ。それでは最後の問題です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは略という漢字でした。攻略、侵略、略称、略奪となりました。
略という漢字は田畑を開拓して横に通る小道を設けるという由来があるそうです。筋道やけじめをつける、近道をする、回りくどい手数を省くといった意味がありますよ。最後におまけ問題です。マスの中に入る漢字を20秒の制限時間内に答えてください。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前地の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。今回の問題は地の種のホームページで無料プリントとして公開していますのでご利用くださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。